大河ドラマどうする家康がより面白くなる歴史解説です。本編の前にこのチャンネルのコミュニティのところにアンケートがあります。皆様ぜひご協力お願いします。さて前回は秀吉が死んでしまうところまで、うん、そうですね、教えていただいたんですけど、まだ秀吉が元気なうちはね、はいはい、まあ、一応天下収まってたわけですよね。ところが今いろいろと話題になっているのがね、秀吉がどんな遺言を残したのかっていうのも話題になってるんですね、うんうん、で実は遺言だけでね、僕が知ってる限り3つはあるんです。あ、そうなんですね。3つある。お、3つも。でその3つの内容が、まあ、それぞれに多少は違いがあるけども、うん、よく似ててね、やっぱり、はい、やっぱりあの初めの方は全部秀頼はと頼むぞというね、はい、そういったものが多かったんですが、うんうん、今日はなぜ今日の題はね、家康が天下人へと、はい、関ヶ原の合戦の前なんです、まだ、うん、だけどもう天下人へという題でつけたんですが、秀吉が死んだ後、うん、その秀吉の遺言にどんなことが記されていて、はい、なぜ天下人になっていったのかというあたりをね、うん、少し最初やりたいと思います。あ、めちゃくちゃ興味津々ですね、うん、あのね、うん、一般的に言われてるとちょっと違う部分があって、ちょっとこう見ていきたいんですがね。お願いします。まずね、うん、まあ、天下人と言われるようになるんだけども、あの朝鮮出兵の時に家康は何をしてたのっていうのがあるのね、うん、で反対をしますよね。反対しましたね。だけど、うん、まあ、命令で肥前名古屋城、うん、佐賀県の方ね、はい、あそこまで出陣をして、うんうん、で向こうで、まあ、前回のドラマでも秀吉とチャチャが連れてきてね、そうですね、なんか家康に寄り添ってくる部分もありましたよね。そうですね、うん、あれおおーと思いましたけど、うんうん、まああんなこともあったかどうかということは分かりません。まあドラマの中ですからね。ただ向こうでいろいろなその大名将名たちに会って、うん、彼が人望を高めたんだろうということは予想がつくんですけどもね、家康がということですね、うん、家康が人望を高めていった、はい、でね、もう一つ大事なのがね、うん、やっぱりドラマは絶対出てこない。え、ドラマ大事なのに出てこないんですか。出てこない、うん、何が大事かというと、はい、新しい時代の武士のあり方をこの頃一生懸命学んでたの、彼は。ああ、家康が学んでた、うん、新しい時代の武士っていうのはもう戦がない時代、うん、その時代に武士はどうしたらいいんだろうかってことを彼は学んでたの。学ぶということは誰かに教えを請う、そういうことですということですよね。そうです、うん、秀吉はね、あの時に面白いその言葉を示唆してますよね、うん、戦のない世の中なんてのはできない、なくならない。まあ現代も確かにそうではあるんですけれども、うん、そうやってね、うん、だから次から次へと新しいその標的、うん、獲物みたいなものを探すんだみたいなことをこうドラマの中で言ってたんだけども、うん、家康はねこの時にもう新しい時代を見据えて、武士はじゃあどうしたらいいんだろうかと、うん、刀を抜かない、はい、うん、下克上の時代というのは、うん、武士は恩賞目当てなんですよね、とにかく。だから恩賞目当ての武士というのはやっぱり槍働きですよ、刀働き。あ、そうですね、うん、はい、で金で主を変えてきますよね、どんどん。あ、そうですね、はい、つまりいい条件を出してくれた主に就こうとしていきます、うん、絶対にそう。でこれがやっぱり良くないんじゃないかと、うんうんうん、いうことで、はい、目指す社会では、うん、正義で働くと、うん、武士というのは、うんうんうん、ここを勉強しなきゃいかんじゃないのかと。なるほど。ここには正義はないぞと、いうことを彼はもう感じ取ったと思うんですね、うん、でそのために儒教的な精神を寛容しましょうと、うん、つまり正義とは何なんだということを勉強、寛容させたい、勉強させたい、うん、こう考えて藤原正家という儒学者を呼んで、あ、なるほど、うん、有名な貞観政要という、うん、その党のね、はい、大僧が家臣たちと話をした内容を記した本の勉強をさせたんです、これ。すごい、うん、でこれが藤原正家なんですけどね、はい、ものすごい優れた学者だったんですね、うんうん、彼の優れているのはね、自分の流派はこれだからこれでなきゃならないと絶対に思わない、うん、まあ
こういう考え方もあるよねということでいろいろなものを取り入れながら、うん、でも正義というのは必要だと、うんうんうん、というふうに持ってくる人なんですね。あ、じゃあ俯瞰しながらも一番大事なものはぶれない、そうそう、という朱子学と当時老荘思想、中国ではね老子というのが現れて、老子はどっちかというと過激なんです、で朱子学というのは正義を説いてるんですが、その老子の思想も取り入れて、彼は話をしたというふうに言われています。まあ、その具体的な内容についてはね、ここでやってると、まあ、もう一本作らなきゃいけませんので、動画がね、だいぶ長くなっちゃう、機会があればということになりますが、で朱子学、正義を説く学問というのを主にここで彼は武士たちに寛容させようとしたわけです。これすごい重要なポイントですね、新しい時代の武士は、じゃあ何かと言ったら役人になるんだよと、お役人になりなさい、民のために働く人になるんだと、でそのためには正義がなきゃダメなんだよという考えです、だから今の時代でもぴったりですね、これは。そうですね、なんかこの日本の考え、国民のこうなんていうんですか、ベースになってるような感じの、ここで確立してくるんですね。そうそうそう、これの確立ってのは非常に重要でしてね、まあ、日本でもその汚職があったりということはこう絶えませんけども、まあありますけれども、まあ、他の国と比べるとそういう汚職の率っていうのは非常に少ないですよね、日本は。でまあちょっとしたことでも大変な問題になったりニュースになって、まあでも今でも紛争を続けている、世界が味方しているウクライナでも、汚職は当たり前ですからね、そうですね、だからアメリカが怒ってるのは汚職をやめなければもう投与しないよと、支援しないよということを他の国も言ってるぐらいなんです、まあそうですね、まあ、これはロシアでも同じなんでしょうけどね、でその点ね、この日本というのはこういうものが土台にあると思います、そうですね、非常 に日本的な考え方ですもんね、それの土台を作ったのが家康の朝鮮出兵の頃だ。そうか、なんかそういうふうに考えると、なかなかいろいろなんかこう戦争も一つ、戦も一つなんかこう、考えどころによっては勉強になるところ も、まあ、でも最初から最後まで反対しましたよね、まあ、そうですね、結局正義がないということですよ、意味がなかったです確かに、これは前にね、私ねこれ一回出したことあるんですけど、京都のある有名なお寺です、まあ、ここのお寺でね、これ円光寺というんですね、ものすごく綺麗ですよね、彼はここに山陽元吉という人を呼んで、足利学校の校長先生、何をやらしたかといったら本を作れていたんです。本、でどういう本かというと、みんながどんどんたくさん読めるように、活版印刷で、印刷した本を作れて、そうですか、ここでこれできたんです。あ、すごいすごい、これ上腕、その時にできた上腕ですよ、これ完全に印刷物です、絶対で書いたものじゃない、でこの木版印刷をこの円光寺で始めて、伏見版と言われています。これによってこういう本をたくさん作ってどんどんと読ませたというね、今木版印刷のこれはもう初めの頃だということで、その実際の木版も突破印刷だったかな、なんかに残っています。ああそうですか、岡崎のね、美術博物館での特化家康展、大特化展やってましたよね、どうする家康展かな、あの時にもこの話出て展示してありましたよ。ああそうですか、木版も展示してあったということでね、これとても大事なことだったんです。そうですね、これ作ったのは上巌西洋だけじゃなくって、他の本、必要な本をここでどんどん作って、武士たちに読ませたわけですね。まあこれはね、意識変わりましたね、随分。そうですね、徳川の武士から変わってったんですけどね、まあこんなことがあったんですが、さあちょっと元に戻しましょうか、秀吉の死後、これは朝鮮出兵軍の撤退を彼はすぐに考えます、でその時にこれ家康の命令で動くんですが、石田三成の指揮で、あなたが責任を持って撤退させなさいということで命令を出します、で石田三成はまあ、真っ直ぐな性格ですからお任せくださいってことをやるんだけども、結局ね、出兵組はね、悲惨な思いをして戦争してるわけ ね、 そうですね、もう完全やられてましたし、武器の、物資の補給もない、食べるものもない、ボロボロになって帰ってくるわけですよ、で石田三成は内政担当組ですよね、
まあ、彼はトップだったんだけど、はい、出てった連中も豊臣の家臣、内政担当で中から指示を出してただけみたいなのも豊臣の家臣、うん、彼らがここで分断しちゃうんですよ、うん、喧嘩しちゃう、はい、まあ、ドラマでも多分そういう写真が絶対に描かれると思いますが、うんうんうん、ね、でここで要するに石田三成が次第に孤立していくんだという様子が出てきます。さあこれが石田三成、うん、なかなかいい男なんですね。キリッと書いてありますね、うん、彼についてねあんまり説明がないんですけどね、前お茶の話の時にね、はいはい、うん、みんなが嫌がって大谷行部のお茶をぐっと飲んだっていう、うん、そういう性格の人だよって話をしたんですよね、うん、はい、あの石田三成ってそもそもねどんなことをやった人なのかってことを今日はザーッと出してみますので、あ、お願いします、うん、結構あのファン多いね。そうですよ、うん、天正2年の頃に父兄とともに秀吉に仕えたんです、うんうんうん、ちょうどこれはね秀吉に仕えたのはこの頃というと長篠の合戦の前の年ぐらいですね、うんうん、だからひょっとしたら出ているかもしれませんね、はい、長篠の合戦に。で天正11年静ヶ岳の合戦で一番槍の武功を上げてるんですから、うん、槍使いだったんですか、ね、意外と、うん、ね、静ヶ岳というと柴田勝家と戦ったね織田の後継者をめぐって、あ、はいはい、うん、あの時に一番槍の武功を上げてる。あ、そうですか、意外とあれですね、やるんですよ、やる感じの方なんですね、うんうん、で翌々年の天正13年は、うん、秀吉が関白に就任しますね、うんうんうん、で三成もその時に秀吉から認められて十五位の下自分の醤油に、うん、だからジブジブって呼んでますよね、関白。そうですね、うん、この時に関白になった時に要するに殿上人になったわけ、うん、位もグッと上がった、はい、まあ、こんなザクッとね、うん、で彼ね、はい、まあ、やってますよね、うんうん、あの非常に明晰な、なんていうのかな、頭脳を持った、はい、官僚として描かれていますが、うんうん、まあ、結構やってるはやってるんです。やってる、なんかこういうイメージなかったですね、うん、やっぱりこう頭脳の方ばかり。そう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 、うん、だから槍働きと知恵働きという言い方で、うん、同じ家臣でも分類をするようなことを奥さんのネネが言うところがあるんですけども、うん、はい、この人はもう本当に知恵働きの筆頭だったんだけど、うん、実は槍働き。ですか。そういった面もあった。どっちもできるってことですね、うん、じゃあ、うん、まあそんな風に分けちゃうってこと自体がね、まあ、やっぱり無理があったのかなとも思いますけど、うんうんうん、そしてね秀吉の官僚として、はい、検地奉行、はい、太閤検地の検地奉行やったんです、はい、すごいな、うん、近江、美濃、奥州、うん、結構やってるんですね、うん、彼は、うん、それからね堺の奉行として堺を従属させたんです、秀吉に。秀吉の全国統一事業、九州や小田原などへの大軍派遣やったでしょ、うんうん、その時の兵たもにな物資の補給、うんうん、これ大事なんですね、うん、これがなければいくら大軍を派遣したって、そうですね、なんともならない、なんともならない、うん、命綱を彼がやった。この要するにその優れた手腕をね、うん、認められて、うん、秀吉にどんどんと重宝がられるようになった。で博多奉行として町割復興に尽力、うん、太閤町割というのが、ね、博多には残ってるんです、うんうんうん、でその時にこの実際実務をやったのは彼だったんですね。ああ、そうですか。だから、うん、博多で今ねあの博多祭りやるでしょ、うん、であそこもこう7条に分かれてるんですけども、うん、それをやったのは三成だってことを彼ら知らないね、博多の人は。ああ、そうなんですか。僕読んだけども、はい、石田三成の身の締めで太閤町割が出てくる、秀吉様がやってくれた。あ、秀吉がそこに来てやらないんです。やらない、まあまあまあね。秀吉はね、うんうん、博多をなんとかせえって言っただけです、うん、あ、そうですか。実際やったのは彼でした。うん、そうか、うん、じゃあ石田三成のそれがまあ残ってるということですね、うんうん、その彼がやった町割で、うんうん、今あの人々は暮らしてるわけですね。お祭りもなんかその中のなんとかっていうところでやってるみたいですけども、うんうん、あ、そうですか。から京都奉行もやってる。あ、まあ、だから堺奉行、博多奉行、京都、キリシタン弾圧に携わるけども、うん、秀吉の命令で、はい、だけど非常に彼は寛容で、うん、大弾圧は絶対にやらなかった。あ、素晴らしい、うんうん、だからそういう一面持ってる。
もう非常に優れた官僚だ。これ見るともう人間的にもバッチリの方じゃないですか。もう内閣総理大臣やってもらいたいよね。そうですね、今の時代でそんなこと言ったらあれですか。いやいや、理想的な人です。うん、うんね、うん、素晴らしい。それから今度は沢山、はい、沢山、うん、彦根のこっちですよね、すぐ隣、うんうんうん、あそこの城主になるんですけども、うん、城主としてはね、あのお父さんとお兄さんと共に入城しました、うん、これは小田原の合戦の後ですよね、ご褒美でもらったわけですよ、はい、家康の関東移封の時ですかな、うんうんうん、でこの人も儒学者の藤原正家や学者の大村優子と親交を深めてる。あ、そうですか。じゃあもう、うん、そのベースもしっかりし勉強なさって。そうそうそう、うん、あの三成と家康って、はい、元同じなんですよね。だから同じ星を見てるのかっていうシーンがありました、ね、ありました、ありました、はい、うん、元同じ、あの気持ちの上でっていうことですか。それもあるし、うん、実際もそうだった。あ、だからここから学んだということですね、うん、藤原正家の儒学を学ぶ、うんうんうん、新しい時代の日本をどういうふうにしていったらいいのかっていうことを彼は考えてる、うんうんうん、家康も同じように藤原正家から学んでいる、うん、新しい時代の武士の在り方も考えている、うん、まあ、まさに同じ星を見ている、うん、安寧な平和な世の中を求めている、うん、という意味ではここ共通項になって、うん、あの星を見るというのはあれは多分作り事だと思うんですけども、そのうまいことね、三成と家康っていうのは同類項なんだというまとめ方をしてるよね、うん、そうですね、うん、これはこういった事実もあるわけ、うん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 、から沢山領内にね、うん、掟書きを出し、これはまあ要するに法ですよ、法律、うん、法治を心がけた、法によって裁いていく、これは権力のあるものがないものを好き勝手に裁くんじゃなくって、はい、権力のあるものもないものも法という中で平等に悪いことやったら裁かれるぞということで、うん、もちろんそうであってほしい、ね、うんうん、もうこういったことも彼は推進していくわけ、はい、日常から、うん、これも共通項ですよ、質素倹約を心がけて城内は華美ではなかったと言います。あ、じゃあもう本当に、うん、本当になんかもうツインレイぐらいの、うん、もうなんか魂の、うんうん、ね、つながった相手みたいな、非常に優れた人だった、うん、そうです。だいたい一緒ですもんね、うん、家康とよく似てる、ね、似てます、うん、似てます。でね、大事なことは何かってことをいつでもこう見てる人ですよ、うん、大事なことが何かっていうのを見てる人は自然に、例えば自分だけいいとこに住もう、うん、自分だけ他の家臣たちや民には我慢させておいて、うん、立派な御殿に住んで、うん、はい、金ぴかをやろうなんて絶対に思わない。もうなんかもう そんな秀吉みたいな感じですね今、うん、まさに秀吉まさにだから秀吉をいさめられるのはあなたしかいないぞって家康が言ってた。あ、そうです、ね、これは彼の様子を見てたからね、うんうんうん、でね、面白いのはね、はい、まあ、先ほど写真を通り過ぎちゃいましたけど、はい、三成が着ている着物、うん、秀吉たち前田利家みんなが着ている着物、うん、みんな十五位の芸以上の大名でしょ、はい、うん、三成だけは絹を着てないの。ああ、そうですか。光るピカピカのやつは着てないよ。そう、木綿、それ木綿でしたかね。家康も木綿しか着てないの、あの今年のドラマよく見てください。あの家康の方はちょっとまあ地味めだなとは思ってました、うん、地味っていうのかね、地味っていうか光るものを着てない。あ、そうですね、うんうん、だからそういう意味でも、まあ、この辺を意識してきっと衣装部が作ったんでしょうけどね。なるほどね。まだあるよ、文章としての働きも、はい、うん、でもこれはいまいちだった。あ、そうですか、うん、まあ、一つぐらいね、ちょっと天正18年に、うん、小田原攻めの時にこれで押し城と言います。押し城、押し城攻めの総大将をやったんですね、うんうん、で荒川をせき止めて、うん、城の周囲を水没させたんですから、おー、これ秀吉のやり方に真似たんですよ、うんうんうん、ね、26キロに及ぶ石田堤というのができて、うん、今でも残ってます一部が。あ、そうですか、押しの辺に行くと、だけどこれ失敗、失敗、うん、なぜ失敗、この堤を切られて、あそこか切られちゃったら、うん、内側から、あ、で失敗するんだけど、うんうんうん、これがこの映画ですよ。お、あ、野望の城、うん、あ、そう、ね、この時の話なの。あ、そうですか。でこの時に攻めてる方の大将が石田三成なの、うんうんうん、最後に二英を
苦い顔をしますよ。失敗ですもの。で最後これが勝つんだよね。唯一お市場、うん、埼玉県の行田市というところにありますから、うん、また皆さん今お市場ね復活されて綺麗な城になっています、うん、ああそうですか、うん、ぜひじゃあ観光でね行っていただきたいですね、うん、まあでこれのね総大将をやるんだけど、うんまあ、秀吉のやり方に学んだんでしょうけど、うん、どうもうまく指揮が取れてない、うん、だからああいったね非常に優れたリーダーとしての優れた部分というのは官僚として優れた部分は持ってた、うん、けども、うん、軍将としての彼のリーダー性っていうのはあんまり認められなかったんだね。そうですか、うんまあ、そこら辺が三成がちょっとこう崩れていってしまう部分になってくる崩れていってしまう部分になってくるんですよね、うんはい、さあ、うん、彼は朝鮮出兵の現地指揮もやってます、はい、渡ってるんですね。文禄慶長の駅って2回あるでしょ、うん、文禄の駅の時にね、はい、ここ増田長盛大谷義継とともに繁盛に駐留し総武家を務めてるんですから、うん、ソウルまで行ってるんです、うん、で壁霊館の戦いなどにも参戦している。でこれは秀吉への状況報告役で行ってるんですね、うん、その時に福島や加藤黒田長政らの反感を買ったんです、うん、どうして反感を買った、なんで言いつけるんだよこんなこと。あ、言いつける報告なのに。だから事実をずっと報告してるけども、うんうん、あんまり書いてほしくないような状況もあったんでしょうな。これあそれはもうしょうがないですよね、うん、反感秀吉の命令でやってるんだもんね、うんうんうん、だけど彼らにとってみれば、うん、こいつら来て俺らの様子を全部太閤殿下に報告してや、うん、ということで反感を買う結果になっちゃった、うん、まあでもしますよね報告はしますよね、はい、で慶長2年、うん、慶長の駅では秀吉の傍らで後方支援を行い、うんうん、現地で苦戦を強いられた諸将からやっぱり反感を買う。どうして後方支援ですよね、うん、だってやちゃんとやってたのに。後方支援で必要なんだけど、うん、あいつだけいい思いしてやがって、うん、あ結局ひがみ、うん、ひがみでもあるけどもあまあ実際にその彼ら独立した大名ですから、うんうんうん、ここにこうしなさいあしなさいって命令書が来るわけでしょ、はい、これ怒れちゃうわけですよ。まあそういうお前なんかに指示なんかされたかねえわい、うん、というところでしょう。いやそういう問題じゃないですよね一応仕事なんですから、うんうん、そういうふうにも割り切れればいいけどね、はい、彼らはよっぽどかひどい戦い方をしてきたんだろうね、うん、苦しかった、ね、まあそうですね。そもそもこの戦い自体が意味がなかったんで、うん、そうそうそう、うん、これやっぱり秀吉の責任なんです。そうですねそうですね、うんうんけどももうこれで反感勝った、はい、そこで豊臣家臣たちの内部分裂が結局あのことで起きてくるわけですよ。あなるほど、うん、加えていいですか、はい、五大老五奉行の合議制というのを秀吉は作ったの、うんはい、自分がもうそろそろ危ないなと、うん、命が長くないな、はいうんうん、で五大老五奉行合議制が作ったんだけどもこれも最初言ってたじゃない、うん、自分の理想でしたと、はい、みんなで集まっていろんなことを話し合って決めていくんだという形ができたんだけど、うん、それが崩壊していくんです。うん崩壊していく。でねこの崩壊って言ってもねもともとこれはなかったという資料から今から説明したいと思います。あない、もともとないないというのがね、うん、形だけのもの。あ、まあ、これが関ヶ原の合戦とこう行くんですけども、うんじゃあその五大老ねちょっと見ていきましょうかね、うん、お願いします。五大老というのは有力大名からなってますよね、うんうん、で徳川家康、前田利家、毛利輝元、うん、宇喜多秀家、うん、そして上杉景勝と、はい、で彼らが、まあ、政務全般軍事を賄うんだということで、うんまあ、秀頼の補佐をしなさいよというふうに一般的には言われています、はい。ただねこれがね合議制になるかどうかというとうこの人イエス250万石圧倒的なんですよ、うん、他は100万石いかないのばっかりで2番目が前田利家、はい、これはね合議制にならないよねまあちょっとあの差がありすぎますね。彼の言うことみんな聞いちゃうんじゃないの、うん、まあそうですねというところに来るわけね、うん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 、じゃあその実際の政務を行う、うん秀吉これ直臣、うん、彼らは石田三成を筆頭に、うん、増田長盛夏香正家といいます。夏香、うん、
浅野長政、はあはあ、浅野さん、前田玄意、これは 徳前院玄意とも言います、うん、で資料の方、徳和実記も徳前院前田玄意と出てきます。あ、そうですか。まあ、だからどっちと言ってもいいんでしょうけど、うん、まあ、ドラマではね、徳前院というふうに出てきます、うんうんうん、まあ、それをしとってください、はい、徳前院さん坊主で出てきます。さあ、彼らがいわゆる御奉行という政治の実行していく人たちですよね、うん、で官僚の役目をしますが、これやるときに必ず許可を得なさいという、許可、うん、こっちにこっちにも許可を、うんうん、そのね資料がね、うんうん、あるんです、秀吉の遺言で、はあ、これをそのまんま合議制でやって、うん、じゃあやろうねってやっていけばそう問題はなかったかもしれませんけど、うん、許可を得なさい、うん、だっていつもいつも集まれるわけじゃないでしょ、うん、そうですね、うん、この人たちはまあそばに仕えていているのかもしれないけどね、うん、この人たちは特にみんながいつも集められるわけじゃない、うん、結構バラバラですもんね、うんうん、ということでね、秀吉そのものがね合議制と言いながら順列をつけちゃったのね、うん、ここにやっぱり問題があった、うんうんうん、でもう一つ面白いのは、この人は出身が近江、うん、この人は尾張、ほう、でもこれは近江、うん、浅野も近江、うん、前田徳前院玄意も近江、あ、これなんか、うん、やる気あるんですかっていう感じになっちゃいますね、ほとんど全て近江で、これは秀吉が足軽勤めで、うん、足軽大将でうわーっと実際に戦場に出て自分を補充してきた連中は近江ではないよね、うん、尾張の頃からの、そうですね、うん、中村に住んでる頃からの拾い集めた近くのわんぱく小僧たちが、はい、加藤清正だったりとかするじゃないですか、はい、で彼らがこの官僚に入ってないわけ、うん、槍働きの連中は、うん、どうしよう、近江というのは、うん、浅井長政を滅ぼして、うん、近江の長浜の城主になった、秀吉が初めて城をもらった、うん、はいはい、そうしたら今度は政治が必要になってくるわけ、うん、そこで初めてよくできる人間として召し抱えたのが近江衆という、うん、だから近江衆と尾張衆というのはどうももともと仲がよろしくない、うん、つまり武断派というふうに言い方してるけども、あ、うん、よろしく、で、ねね様が出てきますよね、あ、そうですね、はい、うん、ねね様はどっちかって言ったら尾張のわんぱく小僧たちをおっかあおっかあというお母さんと言わせて育ててきた人がねねさんですよ、うん、だから近江衆にとってみればねねさんはあんまり関係ないわけ、うん、まあそういうことですね、尾張衆の武断派の連中がなんでねね様ねね様と慕うかというと、うん、自分たちを育ててくれたから、うん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 、でこれ以降の秀吉の側室でもうパンと出てくるのは淀君ですよ、あ、そうですね、チャチャさんね、うん、だから彼らはチャチャには頭が上がらない、うん、というそういう女性に対する構造もこの時にできてきますよね、うん、うん、まあおねねねという方はそういう方ですから、うんうん、武断派のその三成この野郎ってやってる連中に対してはすごく優しかった、あ、うん、理解をして、うんうん、ということをそれを覚えておいてください、またなるほどね、うん、そうやってドラマを見ると面白いよ、そこにも効いてきてるわけですね、うん、と思いますね、力が、うん、あ、そこでね秀吉、はい、よくここまで化けるよねっていうか、もうあの五郎さんの演技が怖い、私はすごいもうもう入っちゃって、僕も怖いですからね、ほんとすごいですね、さすがですよね、遺言、はい、全て政務の決裁は、はい、家康と利家にて言ってるんですから、うん、ここが問題だったの、ここが問題か、うん、慶長3年の太后様ね、うん、御患いなされ候うちに、うん、あの仰せ岡起きなされ候覚えって書いてある、うん、これよく太后様の覚えというふうに言われている資料ですが、うんうん、浅野家文書、あ、うん、これはあの石川県の県主の方に出てくるんで、うん、石川県主の方に出てくるんですけどもね、うんうん、まあ、これ読みました、はい、でこのここの内容というのは今いろいろと言われてるんですが、実はここから五大老っていうの
年寄り年寄りって言ってるのは御奉行のこと、うん、人数が合わないんですね、うんうん、内容で、まあ、その辺のこともありましてね、五大老御奉行制そのものが今もう一回再考 されている部分ですから、うん、まあ、私がこれ今日五大老御奉行と言ってますが、これはこれまでの説でやってます、うん、で新しい説はこういうものをしっかりと、はい、熟読されると、うん、あ、なるほどと、人数が合わないなっていうのが出てきます。ああ、そうですか、うん、で一つ年寄り、5人をなしですからね、この年寄りでこれで見ると、うん、大老みたいになるでしょ。あ、そうですね。でもこれ御奉行だよ。あ、御奉行のこと、御三用、御三用聞き候どもって書いてあるね、うん、愛極め候。これは三用というのは何かというと税の取り立てです、うん、位理地といって、税というよりも豊臣家の土地、うん、豊臣家の蔵ですよね。そこからの土地からのそのお金、うん、それについてはいいですか。これ年寄り5人って書いてある。だからこれが奉行のこと言ってるよっていうのは、ここで初めてナイフ、これ家康、うん、大納言、これは前田利家、うん、ナイフ大納言殿へ、お目にかけて書いてある、うん、それを見せて、はい、帳簿を見せて受け取りを必ず取りなさいと書いてある、うん、見ましたよという受け取りの証文を取っとけと、うん、だからこの二人にちゃんと見てもらいなさいって言ってる、うんうん、で秀頼様ご成人になられそうなられね、ご成人になられ、ご参用方お尋ねの時、うん、どうなってたんだ見せてみろって言われた時に、右ご両人の受け取りをちゃんとお目にかけなさいと、まあ、見せろと、ちゃんとこの二人は俺が一番信用している二人だから、うんうん、これ書いてある。ナイフと家康というのは最も私の知っている中で律儀で嘘のない人だ、うん、大納言というのは私の子供の小さい頃からの一番こう信頼し合っている中のもの、うん、だからこの二人なんだと言ってる、うん、こうやって言ってるから、うん、ドラマでタヌキにしちゃダメですよ。これは家康をタヌキにしちゃダメ、嘘言ってないのも分かる、まあそうですね、秀吉が嘘をつかない律儀な人だってことで認めて遺言書いてるんだよ、うん、なんでこう家康がタヌキって言われる、ゆえんがわからない、まあ、何かのドラマで、今回のドラマね、上手にタヌキになってくるんですけども、あ、そうですか、それはね、うん、タヌキを演じてるっていうふうにやってる、やっぱり、わざとね、あえてねっていうところですね、うん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 、そのタヌキの元は、うん、本田正信が出してる演じ、あ、そうなんですか、あいつがずるいことばっかやるもんだから、うん、まあまあまあ、ちょっと習っちゃってね、やめてくださいとか言っちゃってね、うん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 、なるほど、で家康はそれに従ってるだけで、まあそうか、タヌキの真似が馬をなりましたの、うん、ポンポコポンポコってシーンもあるんです、あ、これは楽しみだこの意味はね、はい、御奉行は、これ年寄りって書いてある、うん、これは奉行のことなの、うんうん、収入を決裁したら、うん、徳川家康前田利家の両人に確認を求めるように、はい、確認を行ったら受け取りを取って、うん、秀頼が成人後に尋ねた場合には受け取りを披露するようにしなさいと、うんうん、ものすごい信頼してるでしょ、うん、何たる義も、うん、ナイフ大納言殿へ、うん、御意を得って書いてある、うん、御意を得その次第に愛極め候へと御意なされ候ことって書いてある。これはさまざまな内容についてね、うん、はい、全部家康や前田利家の意見を聞いて、うん、その意見に従いなさいって言ってるんだよ。これ絶対的信頼ですね。御奉行と御大老で合議しましょうなんて一言も書いてない、うん、もうこれにしちゃえばよかったのに、どうしてあのシステムを作ったんですかね。だからまあ完全に今のドラマ作り話ですよね。あ、というのかこれまでの大河ドラマは全部作り話ですよ、うん、で秀吉がこういう遺言してるってこと一回も出したことないもん。これもあえて出さなかったんですかね、ドラマで。それとも、まあ、分からない、分からない。ただ石川謙信に出てくるっていうのはこの浅野家文書のこの内容そのものがまだ精査されていなかった、うんうん、あ、そういうことですか、という可能性もありますね。この辺は研究者の皆さんに、うん、委ねる、ま、委ねてお願いします、うん、私は結果を超えてニヤニヤついてそれを私も聞いてすいません、ね、本当、はい、そういうことになります、うんうん、秀吉死後は御大老御奉行の合議制ではなく、はい、実際は家康、うん、利家の二党体制だったってこと、これ。そういうことですか。だから天下人家康という題はこれで分かりましたか。あ、そういうことですか。関ヶ原の合戦の前からもうすでに、はい、あ、
こういうことでそう言われて、うんうん、でしかも前田利家は、うん、いい相談相手だったはずです、家康にとっては、うんうんうん、やっぱり固い律儀な人でしたからね、うん、でも彼も死んじゃうんですよね。あ、まあそうですね、前田さん、確かに。で武断派七将との対立、これ三成、はい、三成ですか、うん、加藤清正、福島正則、細川忠興、忘れちゃうんで加藤義明、うん、黒田長政、浅野幸長、うん、池田照正、この七将が、うん、もう三成大っ嫌いだったんです。大っ嫌いもう鼻について嫌い嫌い殺す、うん、まあ殺す、殺すまで、うんうん、で前田利家がまたお前らはって抑えてたの、うん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 、やったんだなと。ですけど死んじゃった、うん、死んじゃった後、うん、三成襲撃事件が起きた。あ、これはどこでやったかというと、うん、伏見城内での睨み合いになった。あ、三成は自分の屋敷クルワが、うん、伏見城の中に事務所クルワっていうのがあるんです、うんうんうん、そこに逃げ込んだんです、はい、ドラマではよく家康の屋敷に逃げ込んだと、うん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 、で家康がそれを助けたという、うん、前の家康もそうだったけど、あれは違います。違う、あれは明治になって書かれたもの。ああそうですか、うん、実際はこれです。資料に出てくるのはね、うんうんうん、で家康による仲裁が行われて、うん、もう三成はもう御奉行の筆頭からもう降りなさいと、うん、この危ないから、うん、で自分の次男の秀康に守らせて、うん、はい、沢山まで送るから、うん、もう 沢山城で静かに暮らしなさいと、うん、退去を求めた、うん、これで三成一旦引くんです、うん、さあこうなってくると利家死んだでしょ、はい、誰が天下の決裁をする、まあ家康ですよね、ということですよ、うん、天下人家康の誕生となる、ここでね、ここで実際にこの段階で天下人になったと。僕はこの説は大賛成ですね。大賛成大賛成、うん、これは今回の大河ドラマの、まあ、要するにいろんな資料を読んでいく中でなるほどと思ったことです。ああそうですか。何の気なし見てちゃダメですよ皆さん。うん、ものすごいこう考え方が、ね、改まりますね、僕自身は、うん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 、で伏見城からこの時に大阪城西の丸に入ります、うん、これは淀君が、淀君じゃない、ネネがいたとこです。あ、はい、わかります。ネネがもう秀吉が死んだから、うん、私ももう隠居したいと言って家康、うん、に頼んで高台院を作ってもらう、うん、もうそこに退去するんです、はい、で静かに暮らす。空いた後の石の間にどうぞ入ってくださいと、うん、で天下の政もおとりになるわけだから、うん、ここ大阪城でやってくださいと、うん、で彼は依頼されて西の丸に入ってくるんです、うん、そこはドラマではっていうのか、結局ね、まあドラマじゃなくてもそうですけども、三成たちに言わせると家康がネネを追い出して、ああ、自分がバッと大阪城に入って、うん、豊臣家に乗っ取ろうとしてる、うん、というふうに捉えられています、うん、だからタヌキだって言われるけど、うん、実際違いますよってことね。実際もう違う、ちゃんとしたところを皆さんの記憶にね、うん、またインストールしていただいて、うんうん、だけどこの人は、はい、あ、チャチャさんね、殿下の人ですよここは、うん、なんであなたが来るんだよという気持ちがどっかにあった、うん、これは私の点点点は私の想像です。想像、あ、先生の想像、うん、ここは殿下の城である。あ、私が脚本家だったらこれ絶対出しますよ。あ、そうですか、うん、あ、それなんであなたが入ってくるんだよ、うんうんうん、秀頼公がいるではないかと、うんうん、あなたは太閤殿下が命令した通り遺言で、うんうん、伏見城で政務を取りなさいと、うん、大阪城に来てはいけませんと、うんうんうん、いうことをきっと言うじゃないかと思います。うん、だけど家康はもうここで天下の政務を取らざるを得ないだろう、うん、で大阪城に入ってくる、はい、ということになります。はい、はい、天下人家康、うん、ね、この大のドラマになりますが、はい、なぜ天下人家康なのかという理由はお分かりになりました。いや、もうすごく細かく追っていただいてすごく分かりました、はい、分かりやすかったです。全然なんかこうね、うん、思いもよらなかったです。あ、ここでっていうのが、うんうん、まあ、つまり秀吉の遺言ですよ。そういうことですね。全部家康と利家に決裁を受けなさいって言ってる、うん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 、合議でやりなさいなんて言ってない、うん、だから、まあ、ドラマの方で多分三成が、うん、家康は豊臣家から天下を簒奪するんだと、はい、そのために自分が理想としていた合議制をあやつが
崩したんだっていうような形に持っていくと思いますけど。ああ持っていくと、うん、持ってっちゃう。でも最初からそうだったん、うん、最初からそうだったまあそうですね、うん、遺言がちゃんとそこにあったということですね。そういうことです。ああ今日すごい勉強になりました。今日はここまで、はい、はい、ありがとうございました。さてこのチャンネルのコミュニティのところにアンケートがあります。皆様ぜひご協力お願いします。